うちくるをご覧の皆様、こんにちは。パッチョロイス情報の梅谷慎です。今回のうちくるは、D ステーション太田矢島店出ましたね。はい、群馬県の、太田市ですね、やってまいりました。まあ、私、うちくる何度か出させていただいておりますけれども、まあ、なかなか、勝率が高くないということでいろいろ悩んでたんですけれども、まあなんですかね、他の人の動画を見たりコンセプトを見ると無理にこうガツガツ勝ちに行くという感じでもないなと、いうことなので、もうちょっと肩の力を抜いてやろうかなと、夜な夜な考えたわけですけれども、でも自分のスタイルってものもありますし、だからってこう好きな台百方位っていうのもあれなんで、まあちょっとこう朝の選択ぐらいは、ちょっと好き寄りで選んで、まあ、その後、その負けた分を回収に回るという、まあイメージ的にはこう休みの日にお仕事されてる方が休みの日に、まあ、打ちたい台打ちに行くけど負けたくはないぐらいの立ち回りに変えていこうかなと。まあでもそうは言いつつもなんかこうちょっとサンダーをダラダラ打ったりもしたような気もしますけれども、まあそれもね、抽選の結果だったりなんだったりするんですけど、まあ、そういうところで言うと今日はね、こちら D ステーションさん太田矢島店は結構、お客さんが集まる日らしいので、まあもう今抽選の前なんですが、すごい、もう10分前ぐらいで多分50人ぐらいいたんで、まあ、僕の経験上その10分で3倍ぐらいになるっていうイメージがあるんで、150、200ぐらいが来るんじゃないかと思ってるんで、もしかしたら、まあ、朝の大選択を、まあ、僕の意思と関係なく緩めにしなきゃいけないかもしれません。まあでも一応昨日も、ちらっとですが下見に来てるんで、まあ、一応ねいろいろ考えた結果、まあ、マジハロファイブですね。僕はまだホールでは2回かな、まあ、積もってはないんでそんなに、分かってないんですけれども、まあ、ちょっと楽しい台だし新しめの台なんでどうかなと。ただ台数が、4台かな、しかないので取れるか分かりませんが、取れたらマジハロで皆さんに楽しいとこを見せてきたらなと思っておりますので、とりあえず抽選の方行ってみましょう。104番と、まあ、なんだかんだね、抽選前ワクワクしてきますね。まだワクワクしてもいい時間ですから、まあ、ここでめっちゃ悪い番号引くとぶっちゃけもうワクワクできなくなるんですけど、ここまではね、やっぱり、ね、胸の高まりみたいなのがあるんだよね。もしかしたら本当に平等にワクワクできるのはここまでですからね。行くぞ。いいよ、ルールが一桁。あ、でも悪くない。ありがとうございます。45番、悪くないよ。さて、今再整列しておりまして、まあ結構前の方だなっていう優越感がすでにあるんですけれども、まあでも前にね44人以内ですけれども、いるんですけれども、一応、まあ下見では下見のシーンはないんですけれども、まあ、それぞれこう機種を見ていって、この機種だったらこれかなと、まあ、打たないような機種はなしで、まあ、花系とか花火、あと絆、北斗とも、で凱旋とか、一応そのあたりの機種は、まあ、狙うんだったらこれかなという、でその後にまあ機種どうしようかなということで、まあ、今回はマジハロにしてみっかななんて感じで決めたんですけれども、まあ、本当言うと、やっぱり一番設定の入りそうなところを狙うべきだと思います。まあ、設定ハイリストプラス積もった時の、恩恵を考えるとやっぱり絆が一番になるんですけれども、僕はそれを言い出したらほとんどの動画で絆で、おきどきの B 狙い花火みたいな流れになっちゃうんで、ちょっとね、そればっかりだとつまんないんで、朝一の狙いを変えてみようということで、今回は、まあ、4台しかないんですけれどもマジハロにしようかなと思ってるんですが、まあその後の立ち回りは同じになっちゃうかもしれないですけれども、まあ、そこはもうこれガチ実戦なんでしょうがないというふうな目で見てもらえればなと、まあ、マジでも取れるかどうか分かんないんで、ただ客層的に、まあ、僕の勘ですよ、客層的にマジハロ顔じゃないな前にいる人たちは、まあ、でもワクワクは継続できてるぞ、まだこの番号だから、この150番だったらもうげんなりしてますから。45番、はい、あたす10番抜けてる。
さあみんな結構パチンコに行ってますね、やっぱり。ほら誰も来ない。あ、すでに取られてますけれども、でも、まあ、僕の本命これで、本命というか、まあ、こっちとこっちどっちにしようかなという感じなんですけれども、一応、思いっきり昨日ドヘコミしてるん でこれが、まあ、上げだったらいいなと。で確実にできるか分かんないんですけれども、一応変換ができます。で一応マジハロ5はボーナスプラス ART で、ボーナス後 ART 後、設定変更後は内部的にチャンスゾーンで始まるんですね。で、突入リプレイの6択を、当てるか外れるかで入る入らないが決まるんですけれども、それこそ当てれば朝一変更すれば ART に入ります。ただ外れる、外れて第1だけ左で当たってればリプレイが滑るんですね。それで見抜けることがあると、まあ、要は3分の1で分かるということですね。で、外れた時も、内部的なチャンスゾーンが終わると、状態移行するんで、その状態移行で見抜けることもあります。なのでちょっととりあえず回します。多分もうね、もうダメですけど、ここで状態が移行してくれれば、まあモード移行してくれれば、モードじゃない状態だな。でそれでステージが変わればいいんですけど、変わんないな。まあ分かんないと。で変更時に終了準備、要は内部的なチャンスゾーンが終わって降格以上に移行するのは 50% なので、その 50% に漏れると分かんないです。ただもう第2効能も取られちゃってるんで、まあ分かんないこともあるってことで、もうとりあえずは狙い台なんで、様子を見たいと思います。よし頑張るぞ。もうちょっと設定変更は、してない、してるじゃなくて、見抜けなかったと。でただこの後まだ一応チャンスがあって、まあ、昨日最終ゼロか、昨日閉店最後見れなかった。最終がゼロじゃなければ、ゼロだったらどうせできないじゃん。そっか、ゼロなんだよ。じゃあ逆に打てますけれども、一応ね、変なゲーム数でやめてたとしたら、状態移行のタイミングっていうのが、そのチャンスゾーン終了後、で、あとチャンスリプレイを引いた後、その他に100ゲーム周期であるんですね。だからチャンスリプレイを引いてないのと突然変なゲーム数で、ステージ移行した降格兆候のステージに行ったとなると、強気が濃厚になるんですよ。で、100ゲーム、ぴったり、まあ、そのぴったりじゃないんですけども、そのチャンスの終わりがあるんで、100数ゲームとかで移行すると、あ、変更なんだなということが見抜けたりします。ただこれは昨日ゼロやめ、なのでどっちにしろ分かんないです。はい、ちょっとね、失敗したなと思ってるのは、閉店間際ギリギリに下見をしてればこの台が変換ができなかったってことは、分かったんですが、それでもね、変換のやりやすさと、狙い台を、のバランスって難しくて、変換ができないからって狙いを変えるわけにもいかないと。なんでこのタイミングで降格できたんだ。昨日ゼロやめだ。今まで移行してたけど、あれかな、 ART で上げてるもんな。多分移行してたけど少なかったら昨日すぐ落ちると思うんですけど、まあでもとりあえずは、まあ、昨日変換がちょうどできないタイミングで終わってたので、あんまり気にすることないかなと思います。ジャックチェリー でも多分そのゲーム数の周期を利用した変換っていうのは、僕がシステムから勝手に思ってることなので、もしかしたらできないかもしれないですよ。何かしらの対策が施されてるかもしれないんですけれども、まあでも多分システムから考えたらできると思います。まあ、マジハロシリーズは割とそれができた気がする。ワンとかもできたんで。だから今ざっとちょっとね、ややこしい機種なんですけれども、まあ、一見ね、名前がたくさんあるのでややこしいんですけれども、今ざっと説明しましたが、すごく簡単に言うとボーナスと ART がある機種です。
で、そのボーナスだったり ART も引く状況によってね、恩恵が変わってきたり、まあ、結果名前が違うんですけど、それだけ でボーナスが ART で構成されている機種で引くタイミングとかね、あの引いた要因によって違ってくるっていうのだと覚えておいて、あとは何かが出てきたら、その人これなんだっけって皆さんで言うと携帯で調べたり、まあ、僕も調べたりしますけども、すれば大丈夫かなと。さあ、まあ通常時はまずボーナスのことです。結局、ART 当選経験は全部ボーナスが絡んでくるので、まあ、ボーナス中、ボーナス成立時もそうですし、ボーナス中もそうで、ボーナス後のチャンスゾーンもそうなんで、まずはともかく何はともあれボーナスを引くことで、まあ、ボーナス、一番現実的に期待できるのは強チェリーですから、なので強チェリーを引こうと。で、まあ、その流れで、攻撃狙いの手順を説明すると、青棚をね、まあ、上段中段ぐらいに、まあ、狙って、青7が枠下まで滑ったらスイカをフォローするで、チェリーが出たら、チェリーが3連に並んだり、ここでボーナスが来ると強チェリー、それを否定すると弱チェリーで、リップリップと来て、右でリップを否定すると、チャンス目で、同じように、リップが小部位、あ、リップじゃない、このコインが小部位になるとチャンス目です。それだけ覚えても十分です。お、結構熱いよスイカだね。あれこれね、突力引いちゃったよ。88ゲーム。あ、これあれか、 ART 入るリプレイだけど、特殊なやつでボーナス当たるやつか。だよね、当たらないとおかしいね。待ってくださいよ先輩。ちょうど今、5000円だったんですけども、ちょうどお金が来たところなんで5000円目です。あんなんで当たる、今のね、特リプですね、めちゃめちゃ確率低いやつですね。3万2000とかのやつだ。一発でいきなりレアな引きましたけれども、まあとりあえずでも設定差はない部分なので、まあ、あったとしてもね、まあ、極小だと思うんで気にしません。まあ、ラッキーだなぐらいな。で、あんまりね、その、まあ、設定差ついてる、ボーナスありますけれども、ボーナス確率自体に設定差ないと思っていいぐらいの確率です。で、ボーナス中は、まあ、何もなければ、別にこうやって普通に振り打ちで大丈夫です。で、カボチャを狙えてきたらカボチャを狙う。で、マジカルチャンスが入ったら、別にこの目押しはする必要ないです。なんで、消化デッキとしては非常に簡単です。で、カボドロイももし目押しミスってもライブ的には揃ってくれてるんで問題ないです。カットインぐらい出てほしいな。あった、弱いカットインですけど、これが出たらカボチャを狙うと。これね、ちょっと格上げしたよ。揃うか、揃った。これで ART 確定ですね。まあ、ART っていうか、あのそのチャンスゾーンで、突入リプレイが出たときにナビする権利を1個ずつゲットするって感じのストックです。よかった。あの僕結構普段クールブってパッチロイしてて、皆さんもそういうシーンよく見ると思うんですけど、まあ、僕は結構あのアリスちゃん好きなんで、はい、お、これ近くです。多分どっか狙ったらここまで滑るとかあると思うんですけど、200目。お、アリス好きって言ったからかな、多分これでもテンパッパ確定。オカルト発言出ましたけどね、アリスを好きって言ったから。可愛くないですか。そうだね、垂れ目の人好きなんで。これ普通の終了画面ですね。もう明らかに派手な終了画面が出るんで、派手なの出たなと思ったら皆さん写メ撮って調べてください。さあ、ストック2個以上は確定してますから。でこれが栄翔チャレンジっていう、まあ、チャンスゾーンという言い方してますけど、実は終了準備状態みたいなもんで、ボーナスと ART 号どちらも入りまして、ここでまずコインこぼし目が出たら、なんていうんですかね、その ART に入る準備が整うと。ここに揃いましたね。で、そこから、突入リプレイが成立して、押し目がナビされるとART がスタートすると。で、まあ、
しとかないとそのナビがされないんですけれども、まあ、されなかったとしても、自力で当たる可能性もあるしますので、ここで、一応ねミッションというのが発生する可能性あるんですが、まあ、なかなかいけません。もういけんじゃない、なかなかコインこぶしを引かないと熱いんですけども、ちなみにこれ炎症チャレンジ赤なんでストックありますよと。これ特殊リプレイです。チャンスリプレイです。特リプはさっきのレアのやつ。さあ、もう言葉がややこしくて覚えられないんです。そんな打ち込んでないんで、今のドルルルって音がするとコインが成立すると、これこぼしちゃった、これでコインこぼしてる。多分次ゲームとかでも、次ゲームはまだもう割と早めにリアルティ入るんですけど、入んねえじゃねえ、早くしてよ。はい、ここで、今ストックがある、このナビのストックをしてるんですね。ストックっていうのはで、このナビがなかったら、そのまま終わっちゃう、終わっちゃうとか、押し順を6択当てなきゃ、これは押し順を教えてくれてるんで、これで ART 突入です。さて、でここで一応30ゲームと100ゲームがあって、100ゲームの可能性もあるんですけど、ほぼ、30ゲームです。このリプリプ、チェリーとかが揃うと30で、まあちょっと出目忘れてるけど、それ以外のなんかでちょっと特殊な出目が揃うと、100で、ちょっとこの ART がちょっと特殊で、青7以外、この ART 中のこの30ゲーム以内に青7以外が成立すると、そのボーナスは30ゲームの ART 消化した後に出てきます。青7の場合はそのまま揃います。だから、まあ、準乾燥型っていうんですかね。今日だと今日チェリーが30%ぐらいボーナス違いがありますから、お、発展した。あ、もう残り4だった。ここら辺で発展するんですよ。演出見てワクワクしてたら知らない間にもう行っちゃうから、期待度低い。これで、勝利することができればボーナス、大体逃げられる。これでワンセットが終わりで、また A 賞チャレンジに入る。まあ、そのままなんか続く場合もあるんですけれども、ここでももちろんボーナスを追加してますよ。あ、レインボーなんで当たりましたね。どっちかってその前に当たってくれたのが気分的には良かったけど、同じでしょうね。もうナビが出ちゃうとストック一応消化ってことになるんですけど、まあ、多分それでもね、ボーナスとストックは1個加算されるんで、まあ、一緒です。ただ、多分ART 中にいたボーナスの方が、マジカルチャレンジチャンス、マジカルチャややこしいんだよ。宝箱出てくるやつが出やすいんで、多分、ね、ここの扱いがちょっと分かんないですね。青の音、チャレンジのために旅にミッションのチャンスだと思うんですけど、で、そのミッションの上位、エクストラミッションとかスペシャルミッションに行くと、大量ストック、まあ、特殊 ART、まあ、ワルカボチャンスとかね、金カボチャンスとかあるので、その辺のストックも期待できる。そこまで僕到達したことないんで具体的によく分かんないんですけど、こっからさっきのベルこぼす前にそのミッションまでの長さの調整してるんだけど、これでもういっちゃいましたね。続きをどうぞ、頑張ってくださいね。さあ、まだ
まだゲーム数決め始まってないですよ。やっぱり突入フラグを引いて、そのどのフラグを打つかですね。まだですよ。はい、ここです。もうこれね、ここでリプリプってなると30秒です。分かってるストップはここで終わりだからね。お、チャンス。この辺から、まあ、あの青7以外だと当たってたとしてもすぐ出てこないっていうね、これがまた楽しいわけです。ステージ上がれ。スタイルあったかな。双子よりは期待が高いよね。終わりかもしれないですね。復活して、勝ったってことはどうだったんだろうな。当たってましたね。で、どっち当たったか分かりませんけど、どっちっていうか、まずどれか全く分かんないんですよ。まあ、多分スイカか強チェリーのどっちかですよね。レギュラー中の方が、マジカルチャンスの発生率が高いので、でこれ夏ですね。あんまり気にしなくていいと思う。秋なの、結局秋なの。これの時点でもうストック確定です。発生した時点で、で、箱の色によって、ストックの個数が、変わりまして、銅だったら1個以上、銀だったら3個以上、金だったらここ以上、以上ですからね。しかもで1回の、ボーナスで何回もマジックちゃんが発生する可能性もあります。あのさっきのレギュラーの、画面ですけれども、あのスタート時なんで、スタート夏だったんで、ね、夏スタートですね。はい、3連目ですかね。やりたいなって思う。双子か。まあ、復活がある、全然復活がある。ダメだけどストックがまだありましたね。はい、今ね、無事4連目のストックがあったというところで、まあ、結構ね、やっぱり僕はあのホールで打ったのが、今日で3回目で、まあ、ちょっとあの他の仕事で打ってるんですけれども、正直そんな打ち込みは足りないんで分かんないことも多くて、お金びっくりやってて、まあ、動画でそれだとね、結構、まあ、あのネットなんでいろいろ言われたりもするかなっていう懸念もあるんですが、そんなのはもうあの、まあ、そういう状況で打つっていうこともありますから、まあ、OK で、まあ、何はともあれね、可愛くないですか。それでいいと思うんですよ。
俺だってそうやって打ちたい時はある。でそういうのを意識して、まあ、打ち来るっていうタイトルはちょっとね楽しくやろうっていうところあるんで、そういうのやっていこうかな。まあ、もしこれがダメだった後はね、あの本気でやりますけれども。かわいいな、アリスが一番かわいい。わからないですけれども、途中の強チェリーが当たった可能性もある、まあ、とにかく絶好調です。楽しみです。よーし、開始なんですね。秋ね、これ秋スタートね。一応ね、実戦上設定6は春スタートが多いとされてるんですが、発生せずだ。今まだストックがありますね。どれ見る？チャンスアップした。よし、これでストックいって、この炙り熱いね。これ、あ、クロニクルバトルの可能性もあるのか。お、これ熱くない？練習に出ると揃うかな。揃ったら2回目だよ。あ、揃うわ。味覚です。ということで金玉ですね。金玉です。あとボーナスもゲットしつつは無理か。さて、今、普通の ART 中に1回カモ揃いしてて、で演出に行ってから、バトルに行ってからもう一発引いてます。なのでこれが直後のストックになって、え、他になかったとしてもこれが金玉砲。あ、でも他にあったとしても次で金玉に行くのかな。ちょっと僕はあの金玉をこうストックあるかもしれない状態で引いたのが初めてなんですけども、出る金玉ね。さあ、金玉は、コイン成立、コイン成立の 25% で、ストックを終わらせてくれると。まだ始まってないよ。それこそ金カボも100の可能性ありますから。はい、ここからですね。あ、930ですね。さて、普段は全然あのコイン増えるだけのコインもストックまで増える可能性がある。どうぞ。ストックです。で、一応今みたいな第三停止で告知してくれることもあるし、してくれないこともあります。意外とね、金カモ行くの一つもストックなかったって話をよく聞くんだよ。分かってるのは1個。
でも金株も普通の ART と同じように、純乾燥型なんでボーナスが内部にいる可能性も多いのです。予約も立てて相当してるいるんじゃない。ああいた、すごいな調子いい。このままじゃまずいよ姉さん。スペシャルガメだ。ちょっと待って。なんだかんだ言って、こうやってボーナスでつながってくると楽ですわ。これが多分マジャロ5の醍醐味でもありますからね。よし、乗せるぞ乗せるぞ。フルスタート。これ忘れないですよ。フルスタートね。今んとこ夏秋冬と順番に来てますけど、一番出てほしい春が出てくる。冬が一番可愛いんだな。冬が一番可愛いとかいらない？いらない？冬が一番可愛いかな。さら1カップ繋げていってまたボーナスにストックを増やしてみたいな王道パターンで出てますね。お、春だ。夏、秋、冬、春って順番にやってない？何度も言うけど俺は冬が好き。めっちゃゆっくり消化したら冬まで見れるの？それっぽい。何この時間わざわざ春の時にやるんじゃなかった。あ、ほら冬が一番可愛くない？こういうなんかボコボコしてるけどちょっと露出してるみたいな、なんかみんな雰囲気もちょっと可愛いぞ。はい、満足しました。あ、可愛い可愛いね。マジちゃんも弾けなかったですね。11連目すごいね。いっぱい出るかな。出るんじゃないですか。いたらびっくりする。このポジションで焼いてる。
あ、でもまだストックはありました。これこの時点でも100ですよね。チェリー、多分チェリーにプリップなんですよ。よし、ここに来て100人だぞ。100でっていうか、残り30以上で青7引いたらエピソードなんかしますし、まあ、当然100確実にそれ以外は消化できるんで、いいですよ。もちろんボーナス1回の方30高くなりますから、確率は変わらないですよ。結果的に高くなるってことです。普通で考えたら100ゲームでまあボーナス出るかって言ったらあんま自信ないですけども、まあ演出的に効いてるんじゃないかって気はしてます。いけてませんでした。まあ長いからやっぱステージ移行するチャンスも多くしちゃったんですね。ただまだストックあります。赤です。頑張るぞ。カボチャンス、カボゾロ1回ぐらいしろよ。100あったんだから今してもいいけど、お短い時ではできると。あ、いないかもしれないですけど、もう青ですね。それでストック確定ではないです。あ、終わりですね。まあ、これ自力で6択当てれば続くんですけど、当たったの？当たったの？当たったんだね。まあ、もうが6択当てるの初めてなんで、あの形になるんですね。まあ、なんかリプリプバーとかなんかなってますけど、当たったんですね。これ自力で当たってもストック、もうすればまた連チャンが始まるんで、カボゾリさせてやろうじゃない。カボゾリはせず、さすがにこれ始まる前ストックなかったんで、もうないですけど、左からですよ。この時点でダメですよね。滑んないと。いや、17連で1434枚ですよ。十分。ここから通常時です。降格ですね。今のがまあ僕朝変更の話したとき、同じように設定変更しても ART 終了後で、内部的に、さっきの A 賞チャレンジから始まってて、で、今みたいに転落リプレイを行くとこうやって移行するっていうのが言いたかったんです。1回ね、実際に見てみると分かりやすいんですけど、これと同じ現象が変更すると起こると。ただね、まだこれ反応してないんですよね。まだ反応してない。ゼロってカウントする間は結構長いわ、このデータ機器。どこから数え出すんだろう。まあ、ここから数え出してるから結構、終了してから十何ゲームで数えてるとなるとちょっと危ねえな。据え置きの可能性が高まりましたね。確かね、80とかそんなところで突然降格に移行したんですよ。一応これ見た目上どこまで寄るか分かんないですけど、昨日ゼロで、その一応ね、ゼロやめしてることになってるんですよ。これやめ今もう映ってないですけども、でも今見てると十何ゲームずれてたんで、要は A 賞チャレンジが終わってから十何ゲーム後からゲーム数が動き出したんで、多分ちょっと回して
12、3ゲーム回してそこで閉店を迎えたと。そうなるとこれ素焼きの可能性が非常に高いです。で朝もちょっと回してたからもう状態が決まったと。昨日から素焼きって仮定するとエーションチャレンジ終わってモード以降もスタートから僕は素焼きなんでそのまま打ってたからリプレイ引いてもステージは変わらなかった。で、僕の見た目上80何ゲームのところにステージが変わったのは昨日の10何ゲームプラスしてちょうど100なんで周期で、移行したってことなんで、まあ、非常に残念ながら今更ですが素焼きの可能性が非常に高まりました。で右の台は、まあ、右の台も上げ狙いの、狙い台の一つなんですけれども、朝多分ね割と早めにステージ移行しててました。はっきりは見てないですけど、本当ははっきり見とくべきなんですけど、お客さんの対応とかもあったんで。何事じゃ、ちょっとまあやめてもいい前提で介入したいと思います。ただよく、まあ、平安の途中とかで素焼きの方で降格移行とか、まあ、いろんな機種があると思うんですけど、僕はそういうのは全然捨ててもいいと思います。その時の、まあ、降格、まあ、下手した兆候とかもそうですけれども、まあ、大事なんですけど、特に朝は移動できて1日打つ台を探そうが上なんで、その見た目のちょっとした期待値とかね、か美味しい状態よりも、1日長い目で打つ期待値とか大事なので、まあ、でも今はね、もう移動できるがない台がない場合もあるんで、ちょっととりあえず兆候はやって、降格ももしかしたらやるかもしれないですけど、移動できる台があるかもしれないんで、ちょっと見て回りたいと思います。あれ花火満席なの？1台だけ空いてるのね。1台しか空いてないの。そっかそっか、まあ、空いてる台で設定を狙うのはもう現実的に、基本的には諦めた方がいいです。もちろん空いてる台でまだ回ってない可能性があるっていうのはあるし、もちろん実際高設定のこともあると思うんですけれども、そういうね、まあ、淡い期待もう無理やり自分で、まあ、そういうのはね、幻想というかダメな行為の一つだと思うんですよね。まだ可能性がある、まだ可能性がある、それ自分の打ってる台ですらそうで、それでこう無理やり打って、まあ、だから守りの立ち回りより攻めの立ち回りをこの段階でやっちゃうことはダメなんで、基本守りではいきたいと思ってるんですけども、空き台がねえんだよ、まあ、機種 の、 選択にもよりますよ、まあ、そもそもリスクが低い機種とか惜しい気がしやすい機種とかは別で、この子はいけんじゃない。ただな、鳳凰花々とニューキング花々がある中のクイーン花々だから、やっぱね、どっちかっていうとあっちに設定入りやすいんですよ。レギュラー確率的には全然いけんですよ。300の上手ビッグも2回引いてる分さっきの0の4よりはマシなんだけど、騎士的にちょっとなっていうのが、まあって中間とかなんだよな、こういうの多いのが。で花火埋まっちゃったんだよな。とりあえずじゃあマジャラの降格消化しよう。降格消化してからもう一周回りましょう。ちょっとマジャラの降格を消化しつつ次どうしようかな。落ちたんでやめとくかも。生産しました。よし、もう一周回りましょう。ここで一回流しちゃってもいいですね。まあ絆とかこの辺りはもうないでしょうね。てか空いてないですね。てか空き台あんのか。花火に若手多いな。今ですね、僕がいろいろうろうろしてる間に隣のマジハローが空いたんですよ。で隣はまあ、先ほどちょっと申し上げましたけれども、僕はっきり見てなかったですが、割と早い段階で多分チャンスリプレイの音がする前に降格に移行してたんですね。なので多分こっちは変更が濃厚なんですよ。で こちらの台は昨日やめゲーム数が200いくつだったんで、僕の台みたいに見抜けないってことはなかったと思うんですよ。まあ、僕の台も結局、強気だった濃厚だってことは後で、データ機器の、内容から分かったんですけれども、なんでこれやる価値あるかなと。で今日もうちょっと負けてるんですけど、履歴を見ると、まあ、多分ねボーナスがうまく引けてないのと ART が繋がってない、
でもね、ボーナス2回目で ART につながって、こっちも2回目でつながってって、ボーナス4回しか引いてなくて、一応2分の1で ART がつながってる。でボーナス確率のあんまり差がないので、そのボーナスがうまくいけてないってことで ART が伸ばせてないだけだと思うんですよ。もちろんね、あの分かんないですよ、全然ダメかもしれないですけれども、今現状他に打ち台がないって、一応変更かもしれないという情報を僕が、持ってるのはこの台だけなので、ちょっとだけやってみたいと思います。ただ怖いのは、まあ、今、現状、この撮影日の段階では判別要素が そんなに判明してないので、まあ、どこで押してどこで引いていいのかわからないものがずるずるいく可能性はあるなとは思っています。はい、それでは改めまして行ってみましょう。マジハロ5、マジハロ5、2台目です。もうちょっと厚いにしておいて、逆セリまあ、もう今の段階に出てなくて、まあ、この客付きの中空いてしまった台っちゃ台なんですけれども、一応その僕が変更かもしれないなっていう挙動を、チラ見できていたのと、まあ、あの僕の、昨日の段階、下にした段階での狙い台が、僕は最初の打った台とこの台なんですよ。で僕の台が、まあ、状況的に据え置きが、濃厚だとなって、こっちが変更がかなっていう挙動をしてたんで、そうなるとこっちがちょっと、僕の根拠からすると強くなるかなっていうぐらいです。ただね、もちろんそもそも僕の、狙い自体が全然当たってない可能性も、全然ありますから、まあ、ちょっと、やってみるレベルですね。でリスクの低い花火とか、花火以外でも、ボーナス回数が当たってるノーマルタイプとか空いたらそっちに移動すると思います。なので、まあ、これ打ちながらも、回遊は欠かさないようにするという感じで、まあ、もちろんこれがそのまま出てくれれば助かりますけど、まだ何も分かんなくて、ちょっとマイナス要因があるだけですけれども、まあ、打ち出すときに、申し上げましたように、まあ、この台、もう全突破できるということでは全然ないし、まあ、希望的観測でやっちゃってます。まあ、僕の台、最初に打ったのとこの台が狙い台で、向こうが強気の方、こっちが変更の方だったんで、僕の読みが当たってればいいなという、ある程度読みが当たってればいいなという希望的観測をもとにこっちは打っちゃってますので、まあ危険ですよね。となると、もう、ちょっと悔しいですけれども、もう守りの立ち回りに、入るべきっていうのも、頭の半分でありますから、まあ、そういうために打てる台が、開くかどうかっていうのは常に、チェックして回らないといけないですね。よし、まあ、花火ですけどね、開いてたらいいなと思って。お、開いてますね。かなりきつそうな台ですけれども開いてます、まあ、もちろんね、まあ、皆さんも思ってるでしょうし、僕も思ってます。あの2台目のマズハロまだ全然回してないじゃん、分かんないじゃんというところなんですが、そもそも、打ち出す条件がかなり厳しかった。で一応、まあ、超高濃厚のステージだったんですけど、まあ、最悪でも降格はあるだろうというステージで引いたレギュラーでやるとつながらなかった、入ったのが自力のみという感じなので、まあ、よくはないです。だから、まあ、あのなんとなく良くないけど1個見たなぐらいな、まあ、僕言ってないぐらいの感覚でこっちに移りたいと思います。はい、それでは落ち着くところに落ち着いたという感じですけれども、花火を回ったりやっていきましょう。うん、で、この台今、ビッグ1回レギュラー1回、699ゲーム回ってると。で、まあ逆にこういうまだね、ただボーナスいけてないっていう台、もちろん低設定の可能性ありますけれども、まあ、逆にね、まあ、ボーナス絡み、まあ、特にビッグ中ですね、レギュラーはないな、ビッグ中に設定差、ある部分で、ビッグ後の RT にある部分もあるんで、まあ、あの可能性は全然あるかなと、なんせね、合算は、ボーナスの確率の合算自体はそんなに離れてませんから、1と6で、上下で20ちょいなんで、まあ、当たってないことはあまり気にしなくていいですね。なので下手にこう出てる台より打つの可能性があるかもしれないなっていう。まあでもどっちにしろ淡い期待は持たないので、まあ、一上等でやりますもん。まああのマジハロがダメだった時点で、まあ、つうかマジハロを打つ時点でこういうのはもう覚悟の上です。触れたかな。
したら1角、ちょっと自信ないんですけど、遅れてたらレギュラー1角ですね。ただ僕割と雑に押したんで、中段とかでドンちゃん狙ってたらビッグの可能性もあります。レギュラー、はい、まあもうあの皆さんもご存知だと思いますけれども、遅れてこのまあ枠上上段ぐらいドンを狙ってここまで滑ったら、普通のチェリーオア、レギュラーなんですけれども、消灯してたんで、消灯はレアチェリーオアボーナスなんで、もうこの出目で消灯してる時点で、まあちゃんとしてればレギュラー近くなんですね。いつもねこれね、いろんな動画でね、ビタオスでも成功させますって毎回失敗してるんで、言わずに調整します。全部狙うって言ってないから、俺言ってないよ、たまたまやってるけど。成功したら最初から狙ってたって言うんで、狙った別に全成功は狙ってないんだけどな、毎回今のところたまたま狙ってるんですよ。言ってなかった、最後狙わなかったんです、すいません。くそー、かっこ悪いな。早く当たってほしいな。ちなみにこれもう超基礎的なことです、もうパチスロ全部に言えることなんですけれども、フラグの抽選は、いくらハマってようがいくら連チャンしてようが、いつも、もうその台でその台の設定で決められた確率でやってますから、ハマってるから、おお当たった。このハマってるからこのままハマり続けるとか、当たってるから、連チャンし続けるっていうのも一切ないです。今そういう話してる時にまさに今このビッグのフラグが立ったっていうことですね。ちょっといい話してた。まあ結構ね、ハマってるとこのままハマるんじゃないかとか、連チャンするとし続けるんじゃないか、また連チャンするとそろそろ止まるんじゃないかと思うのはわかるんですけれども、まあそういう考え方は一切当てはまりません。いい出目じゃないですかこれ。枠上バーで、小役外れたら、まあ、リプレイじゃない場合は赤ナナなんですけれども、しかもこの形でね、いいいい綺麗、中リールは綺麗じゃないですか。氷のれどっち、赤ナナです。いや、いいね。あれ流してるんだけど当たるのがいいね。外れでも引かないかしら。なんかちょっとなぜかもう引きすぎ気味なんだけど大丈夫かな俺。失敗するのが怖いんだ。引きすぎ気味な俺。何にすんないかもう。まあ、でも1回ミスるとかなりミス率が上がるんで、特に動画だと。あ、外れた。外れ2回です。まあまあです。戦が終了と相なりました。私ね、まあ、今日は、番号がそんな今思えば早くもないんですけれども、まあ、以前あの内来で D ステーションさんにお邪魔させていただいた際に、あのすごいひどい番号を引いてましたので、すげえいい番号な気がしつつのスタートで、まあ、一応、マジュアロン5の本命の方が取れまして、これがまあ早々に、すごい展開が良くてですね、あの1500枚弱ぐらい出たんですけれども、そこでそこの ART が終わったところでデータ機器に注目してたら若干ゲーム数がずれるなということが分かって、そのゲーム数のずれ、まあ20ゲームぐらいずれたかな、まあ20ゲーム以内のずれだったんですけど、そのずれと、まあ、今日、朝の、まあ、昨日0やめとなってるんですけど、その0と判断してるのが20ゲームぐらい誤差があるなと考えれば強気なんじゃないかなってことを、後で分かりまして、で、まあ、そうなると、まあ、
どんだけ出てようが、まあ、根拠という部分ではもう逆に打ってはいけない台になってしまいます。まあ、僕上げ狙いで狙い台絞ってましたから。で、まあ、やめようというところでうろうろして、まあ、一応隣のマジハロがですね、一応僕の第二候補で、こちらがまあはっきりは見れてないんですけれども、朝、広角濃厚のステージに移行してたというところで、あっちは変更じゃないかということでちょこっと打ったんですけれども、まあそれも、まあ空き台がなくやむなくという部分がありまして、まあもうね、その出てない台の狙い台の次の台を狙うみたいなのはあまりいい行為じゃないんで、で、まあ、花火が開いたんで、そこはもう素直に花火でリスク回避というところで、一応付け加えるならそのマジハロは後に出てましたけど、まあ、それはもう元々やらない台だったので忘れると、はい。で、まあ、かなり苦しい展開でした。結局1200ちょい回して、ビッグは2回しか引けなかったんですが、まあ、なんとか最後のビッグでギリギリプラスで終われたかなと。投資が、5本なので47なんでね、235枚、回収が634枚ですから、プラス399枚と、まあ、最後のビッグがなかったら、でその残りの時間まで回せたら多分マイナスになったんでしょうね。まあなんで、まあでもね、確率以上に引けたものがあれば、確率より引けなかったものがあるというのがパチスロですから、まあ、いちいちね、ハマったから腹立つとか相性が悪いとか言わないようにね。その理論で言ったら俺めっちゃマジハロ5相性が良くて花火めっちゃ悪くなるんですけども、そんなことないです。いや、ないと思います。はい、ということで、まあ、今回は、ちょっとね、その打ち来るの、まあ、テーマとしてはこうやっぱり、ね、ライターさんが好きな台を楽しく打つみたいな感じのこと書いてありますので、そういう感じでマジハロ5からやってみたんですけれども、まあこういうのもいいなと。で、ただ、無意味に全突破するとさすがにあれですけれども、一応狙いを絞って一応できる限りの変換をして判別をして、もうダメだと思ったらすっぱりやめるというところさえ守れば、まあパチスロっていうのはね、なんとかなってしまうものだなと、改めて思いましたので、まあ、次回また機会がありましたら、こういった感じで楽しみつつ、勝ちを目指したいなと思います。といったところで、今回、私パチスロ梅屋し、パチスロ梅屋しんってなんだよ、パチスロ一生本の梅屋しんだ、最後の最後で噛むんじゃないよ。パチスロ一生本の梅屋しんがお送りしました打ち来る、D ステーション、大田井田島店からお送りいたしました。それではまた、次回見てください。さようなら。買ってよかった。